皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学2年生の英文法、今回は動名詞について説明します。動詞に ing をつけて何々することという名詞の働きをするもの、これを動名詞と言います。例の1を見てください。英語を話すことは難しい。こういう意味の英文を作るとき、この英語を話すというのは speak English ですけれど、この speak に ing をつけて speaking English is difficult、ね、speaking English is difficult。 こうすると英語を話すことは難しいという意味の英文が出来上がります。もう一つ、私たちは音楽を聴くことを楽しみました。私たちは音楽を聴くことを楽しみました。音楽を聴くというのは listen to music、ね、listen to music ですね。この listen に ing をつけて we enjoyed listeningto music. We enjoyed listening to music. こうすると私たちは音楽を聴くことを楽しみましたという意味の英文になります。ここでもう一つ覚えておいてほしいことがあります。 enjoy、 finish の後に何々することという意味の動詞が続くとき、このときには必ず動名詞を使うので、このことも合わせて覚えておいてください、ね、ここ enjoy ですから、これは ing をつけた listening 動名詞しか使えないんですね。では次に行きます。不定詞の部分を動名詞に直せる場合があります。例の2です。 To read books is interesting. To read books is interesting. これは本を読むことは面白いという意味の英文ですね。この不定詞の to read の部分を動名詞にしてもほぼ同じ意味の英文になります。つまり to read の部分を reading にして reading books is interesting. Reading books is interesting.この文章 To read books is interesting とほぼ同じ意味の文章です。もう一つ、 I like to swim. I like to swim. 私は泳ぐことが好きですという意味ですね。この to swim の部分を、動名詞にしてもほぼ同じ意味になります。つまり I like swimmingスイムの場合は一番後ろの M を重ねて ING でしたね。 I like swimming. 私は泳ぐことが好きです。 I like to swim. この2つの文章ほぼ同じ意味の英文です。そしてもう一つ覚えておいてほしいこと、こう want や hope、 wish の後に何々することという意味が続くとき、ね、これ希望するとかしたいという自分の欲求を表す言葉ですよね。こういう動詞の後に、何々することと続くときには不定詞しか使えません。ここで何々することの意味で動名詞を使うことができないんですね。代表的な want, hope, wish の後ろに何々することという意味が続くとき不定詞しか使えない。このことも一緒に覚えておきましょう。今回は動名詞について説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。